はい。ちょっと、バタバタとね、撮ってますけどね。まあ、今週のね、動画多分少、どうだろう。まあ、多分今2、3本は撮ってるとは思うんですけど、それじゃね、半分しかないんでね。で、今回ね、ちょっとね、こちら、K110S を、ちょっとね、初心者中の初心者の設定をね、ちょっと入れてみたいと思います。はい。じゃあちょっとねバッテリーちょっと急遽なんで全然これ 3.7V ぐらいしか入ってないんでね何パーセントだろう多分 30% そこらだと思います。他の分もっとねなくてね 3.5V なんでねもうほぼゼロに近い状態なんで、これが一番マシンなやつなんでねだいたい 3.8V でね 50% なんでねはい、これマストのね確認だけはい。じゃあまず入れる前にねこちら設定します。はい、これピンも何も言わないんだな。言わないね。はい。じゃあ、初心者中の初心者。まあ、まず押しますよね。で、何をするかというと、どうしてもね、ホバリング、まあ、一番よく初心者にあるのがね、離陸したらすぐにね、スロットル上げすぎて、機体がどんどん上空にね、飛んでってしまう。っていうのと、こちら左操作す、エレベーターですね。操作する、これもモード1なんですけど、エレベーター操作するときに、ラダーが入ってしまう。はい。なので、デュアルレート。デュアルレートですね。このデュアルレートのラダー、今これ80入ってます。下げてね、もうラダーなくしましょう。はい、ゼロ。もうラダー触ったらいけません。はい。で、まあ、今これ1番が、1番、2番、50入ってます。これでも結構まったり系なんですけどね。はい。とりあえずもう ラダーはね、使わない、いらないっていうことでね。これでもうラダーをね、操作して機体がくる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 回る恐れはなくなりました。あとはね、スロット、上昇ですね。はい。それの設定をいじりたいと思います。スロットルカーブですね。今これが0からの、52。ん?3番62、52、62ときたら72ですね。はい。で、100になっています。まあ、つまり、3番でホバリングになってるんで、62以上上げないようにしましょう。はい。じゃあ、ここもね、72もね、62にしましょう。はい。5番もね、100あったら飛んでいってしまうんでね。飛んでいかないように62にします。はい。これでね、下から、グラフ的には登ったら一直線になります。もう、ホバリング位置からね、一直線になります。でね、まあ、スロットルカーブだけでもいいんですけど、ここじゃないや。はい、ピッチカーブ。ピッチカーブ。ピッチがつくからね、上に上がるわけで、これがね、上がるから上空に飛んでってしまうっていうことになりますんで、まあ、ホバリングは最低でもいりますから、60ですね。で、ここからね、まあ、だいたいピッチ10度まで取ってるんですけど、65。まあ、この辺はね、2番、55、60、65なってますね。まあ、これなだらかになってますね。ホバリングしやすいように。ただここでね、5番目、77。これでピッチ10度入ってるんで、ここのね、4番、5番、65から77。これがね、まあ、実際的にはこう急にね、押された時、機体がこうグーッと押され、風にね、押された時の、まあ、フルスロットで出た時にグッと、ま、持ち返す感じなんですけど、このピッチがね、あるからね、上空にさーっと飛んでいってしまうんで、その差がね、速度、抑えるっていうかね、差じゃなくて、
さーっていう感じにしたいと思うんで、ここ65、60、65と来たら、77、65、60、65、70でいいんでしょう。はい。70。はい。これで OK です。これで、まあ、下げるのはね、もう地面に、落とすだけなんでね、いじらなくてもいいです。はい。じゃあ、これでいきましょう。はい。じゃあね、電池も少ないんですけどね。でもこれもね、多分ね、これホバリングだけでも本当はこれ、分回ってるんでね、ピニオンをね、9に変えてるんでね。まあ本当ならね、もっとスロットルカーブを落として、逆にね、ピッチをね、まあその3番のピッチ、3番ポイント、まあ多分これはスロットルは下げた分だけピッチが上がるんで、そこをね、同じようにね、要は、まあ、スロットルだけ回転数を抑えの、ピッチもここから3番からほんのちょっとしか上がらないようにね、設定してあげたらね、まあ、電池も長持ちするし、機体もぶっ飛んでいかないで済みますんでね。まあ実際今ノーマルの方だけいじりましたんでね、3D したい時はね、アイドラップ入れれば普通の今まで通りのね機体に戻れますんで、はい、ということで、もう超初心者の方はラダーを触らない、触ってはいけない場所は触ったらいけないというね、はい、じゃあ行きます。録画されてますかね。いいですね。はい、じゃあ行きます。はい、ラダーなしの、やつになりますけど、実際ね双葉のもことなんですけど、双葉はね1ちゃん目、まあエルロン、2番がエレベーター、3番スロットル、4番ラダー、そして5番がジャイロ感度、そして6番がピッチっていうね、割り当てが、まあ、ディフォルトで入ってます。まあ、ちょっとね、その辺、JR はまたちょっと違うんですけど、まあ、このね、この XK は、まあ、双葉寄りの作りなんで、まあ、同じなんですけどね。まあ、プロポによって、まあ、違うのもあるし、その、入れ替えることもね、可能なんでね。まあそういうのをねちょっと覚えていただけたらいいかなと思います。はい、じゃああとまあラダーなしね、ラダーこう、まあ、回るかな。うん、ちょっとテールがこれ今ちょっとでかくしてるんで、テールがもう最初浮いた時にね、テールがくると回ったらもうおしまいなんでね、もうラダーないんで。はい、じゃあ行きます。まあ一応テールローター回らないとね。はい、こんな感じです。あ、ラダー動いてんじゃん。なんで？あ、動かない？動いた？あ、ん？なんか、でも操作しても今、でもなんか右が動くね。なんでだ？左は動かないのにね、右ラダーが動く。あ、右が動く。なんだこりゃ。デュアルレート、これもしかして、あ、そういうことか。はい、OK です。わかりました。このデュアルレート、右左があるんだ。はい、ちょっとモーターカットします。右、今、多分ね、操作したのがね、左のデュアルレートだけ操作してるわ。4番。これ今、ゼロになってますよね。これ今、左にラダー打ってたんでね、多分、左の、限度をゼロにしただけで、右にすると、ほら、右80入ってますね。右も、右に打ったままね、4番でまずポチッと押して、そして右にラダー打って、これ右左で調整できるんだね。はい。忘れてました。はい。じゃあ、右もゼロ。これで右左、ラダー完全に、終わりです。はい。これでもうラダー右にも左にも行かないと。はい、行きましょう。はい、モーターカット解除して。まあ、もちろんエルの、おっと。はい、OK。これでラダー打ってもね、ほら、全然反応しません。こんな感じでね。これでもうね、急にね、対面向くことないんでね、自分がね、機体の後ろに行けば、もう完全に、ケツホバ状態になります。あとはね、これでね、エレベーター、前進とバックですね。これの練習と、あと左右移動の練習。もうラダー回らないんでね、全然怖くないですね。もう変に打たない方がね、機体の姿勢ずっとケツホバです。
でこう円を描くときもね、こう前進エルロンラダー、エレベーターバックの左で前進を繰り返せば円が描けますんでね。でこれもね、右左、これ右で左回りの円をね描いて、して左では、あ、電池がないや、あ、大丈夫か、いけるか、して左右回りの円ね、円を描く、エルロンとエレベーターでね円は描けますんでね、ラダーは必要ないです。もうラダー本当打ってもね動かないんで面白いなこれ。うん、もう本当ジャイロもね、まあ、もちろんねこれねスロットルねゼロにするとね、まあ、ピルエットを履いてしまうんでね、テールが止まっちゃうんでね、うん、それだけはしないように、とにかくこれでフルピッチピッチほらゆっくりね、これで急に上昇してどっか行っちゃうっていうのもね、時間稼ぎになります。これがギューってじわじわっとってなりますんでね、はい、上昇もいいです。これなら慌ててねフルスロットルで、あーやべーと思ってやってもこんな、もう今電池ないやこれ、はい、っていう風にね、これがもう完全に、超初心者のね設定になりますんでね、どうしてもラダーを売ってしまって困ってる方いましたら、もうラダーを使わないようにね設定し直してください、そしたらね一応ケツホバはマスターできるようになりますんでね、エレベーターとエルロンさえあれば、あとはねやっぱし上空にねガーッと逃がしてね、自分の後ろ頭越えないようにね、してください。はい、これで、一応問題ないです。うんと、いいかな、これモード戻さなかったな。はい、ということで、超初心者用の設定をしてみました。はい、以上になります。はい、ね、じゃあねちょっと今超初心者用の設定の後をすぐなんですけど、まあちょっとね、もう一個電池 3.7V ちょっと残ってるやつありますんでね、ちょっと別のことをします。はい、ちょっと向こう行きましょうか。今ねこちら送信機超初心者用の設定になってますけどね、デュアルレートはね一応こちらでね設定できますんで、つまりこれでねつなげますよね、プラス、はい、でちょっと前傾姿勢にして、つまりこれをね下げればね 100% 使えるようになりますんで、要は設定さっきしたのが関係なくなる。でもちろんねピッチ調整とスロットル調整もノーマルで設定してるんで、ちょっとモーターカットしてアイドアップすれば、3D モード普通に使えますんで、それをちょっとね証明したいと思います。で一応三軸に切り替えますね。はい、でちょっとアイドアップを解除します。んでまあデュアルレート入れっぱなしね、でモーターカット解除。はい、じゃあこれからいきます。はい、もう今これデュアルレート下に出てるんでね、ラダーがこう打てる状態、こんな感じでフラフラと、打てる状態になってます。はい、じゃあ 3D モード、はい、こんな感じでね、超初心者モードの設定のままでもノーマル以外は変わってないんでね、上級者モードっていう風にね、できます。こんな感じで、まあ自分も基本ねノーマルほとんど、まあ遊覧飛行ぐらいしか使わないけど、まあ、この設定戻しさなかったらね次飛ばすとき多分忘れてると思うんでね、あやべえって思ったりねするとね、多分気づくでしょうね、あそうだって感じで、うん、こんな感じで、もうくる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 と遊べます。このピレットもね、背面のピレットもね、こう本当最初自分ね違う対面ホバしか仕切らなかったけどね、この数年、何年前だかな、 2年ぐらい前かな、あの方がね、例の方が、視聴者の方がね側面ホバもね練習方法をね教えてもらったんでね、それで、頑張ってやったらできるようになりましたんでね、あ電池が
そろそろ、はい、おう、ちょっと音落ちた。ちゅうことで、まあ、急になんかポクッとなったね、はい、モーターカット、はい、ちゅうことでね、まあその いつでもね、戻せますんでね、まあもちろんね、あのノーマルの方もね、あの慣れてきたらね、少しずつねダダ打てるようにね、あの数値をね戻していけばいいと思います。うん、ただ数字をね上げすぎるとね、ほんとピレットがねもうキュッチュもうフル回転したりするんで、デュアルレートはまあね少なめがいいかなと思います。これがねエキスポがねもうね、あのノーマルとアイドロップが兼用っていうかね一緒なんでね、まあ、デュアルレートだけ違うんですけど、そこら辺がちょっとねちょっと使いづらいかなと、うん、思います。すがね、エキスポの方もね、ノーマルはまったりで、アイドラップはねもう普通にダイレクトに操作できるようになれば一番便利なんですけど、これはもうどっちかの設定しかできないんでね、もうダイレクト、要はどっちをメインで飛ばすかっていうので変える感じかな。はい、ということで、以上になります。4時です。